犬かきで泳ぐ、犬犬蠣は、英法の位置。腰をかがめて、頭だけ水面から出し、手を交互にかきながら、バター足をすることで前に進む。速度は遅いが顔を水につけないため息継ぎの必要が、ない。名称こそ、犬蠣だが、四足歩行の哺乳類は大抵犬蠣で泳ぐ。四足歩行の姿勢のままだと自然に頭だけが、水面から出ることになるため、 そのまま手足をかけば沈むことなく、前に進む。推進能率が悪いにもかかわらず多くの動物が、このような泳法で泳ぐのは、肩の関節を人間のように360度回転させることができないためである。水泳が苦手な人を揶揄する際に犬かきを引き合いに、脱し、犬かきしかできないや、犬かきよりマシなどと表現することがある。 これは、犬かきが単純で自然な英法であることを示す。まとめ、犬かきは、ダメな英法ではない。高木秀樹、人はどこまで、早く泳げるか、岩波科学ライブラリー89、2002年、35ページ。この用法については、日本国語大辞典において、丸谷最一の、笹枕の用例が紹介されている。小学館国語辞典編集部編集。 聖戦版日本国語大辞典第1巻、小学館2006年、ISBN40 億9521万214、388ページ。ありがとうございます。